リックアトリート。ハッピーハロウィン。お菓子をくれなきゃいたずらするつを言うてますけどもね。特にいたずらはしない方向でいきたいと思います。こんばんは。カメクックでございます。あ、視聴者の皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。もうハロウィンですね。クリスマスももうすぐですけど空いてる？空いてるなら私と過ごそうね。今ならアカネもついてくるよ。おまけ程度についてきますゆえ。クリスマスツリーのてっぺんの星を飾る手伝いだけしてあげるで。そのくらい誰でもできるんでいりません。でもうちが飾った星はどの星よりも輝きません。輝きません。輝きます。残念ながら輝きます。そうすってないやり何ソースの話やねん。お好み焼きソースでええか。この脳みそ大阪イコールお好み焼きはたこ焼きだみたいなのやめてください。うち関西なまりですけど大阪出身ございます。では、キャラメルパンプキンケーキを作ります。では、私はそろそろ避けます。材料は、かぼちゃ、キャラメル、ホットケーキミックス、牛。はいはい、牛乳、でかかぼちゃ、ちっさ。お一人様用や、分量測るの面倒やから適当に作るんやけど、強いて言えば、かぼちゃ1体、おミックス1体、牛乳 1.5 体、キャラメル 1.5 や。お菓子作りの分量はちゃんと守れって言ってませんでしたっけ？大丈夫、なんとかなる。まずかぼちゃを切りまして、綿をもぎ取りまして。ねえ、待って。キティさんのスプーンが。そんな、どうして？反射怖いからプラスチックのスプーン使った。折れた。まあ幼少期から使ってるものですし経年劣化ですね。はい残念。今までお大きに安らかにお眠りください。でかぼちゃは耐熱容器に入れてラップして電子レンジでチンするで、500ワットでも600ワットでも2分とか3分とかから様子見て簡単に潰せそうなくらい柔らかくなったらオッケーや。硬そうなら追加でチンチンしてな。あ、チンチンってのはその。いいよ触れなければ誰も気にしなかったって。うちも別に気にしてません。だって恋やし。知ってた。ではレンチンしてる間にキャラメルミルク的なものを作るで。作り方はとっても簡単。牛をドババッと鍋に入れまして、キャラメルもドババッと。ドババッと。それはコルバット。これは誰？バーバラバット。うちの視聴者層に伝わる。大合奏。バンドブラザーズってゲームがあってやな。定期的に老人会的なネタ出すのなに。まるまる懐かしいわら。みたいなコメントで米稼ぎしようかなって。手段が独特すぎて、今のところ効果ゼロですけど。米稼ぎって難しいねんで。あかねえは心のお姉ちゃん。って言って。どっかで見た手法、全然パクリだけど。はい、これで普段コメントしない民もコメントしてくれたで。そうだといいね。では弱火で着火。ぐつぐつ着火。まあ。こんなもんでええやろ。チンしたかぼちゃの処理に戻るで。おいカットしてくれ。最近いろんなゲームがシームレス化するから、うちもシームレス化してみた。いらんマジでいらん。事故るの怖いって。事故った時は笑い話にすればええ。笑えれば幸せや。笑い事じゃないんですよ。そういう場合もある。そういう場合しかないのよ。あ、モザイク外さんといて。え、なんで？スプーンで潰しまくるから。キティちゃんスプーンもらちにちゃん。反射怖くて金スプーン使わなかったことによる犠牲だったのに、結局金スプーン使ったしモザイク処理ついてるし。なんならキティは全カットやったしな。本当にかわいそう。まあドンマイってことで潰せましたら、ボールにベルタースオリジナルの元。見えなくもないからやめて。キャラメル溶かした牛乳ね。警察の前で落としたら触殺される白い粉。ホットケーキミックスね。大体どの白い粉でも警察は一応声かけると思うわ。混ぜた後にかぼちゃ。悪魔に捧げられし笑う果実な。うん、じゃあそれで。悪魔に捧げられし笑う果実のなれ果てとかのがいい。なんでもええで。じゃあデビルスブラッドパンプキンクレイチースマイル。じゃあそれで。やった。スープへ混ぜ混ぜタイム。まあこんなもんやな。あとは焼くだけなんやけども、フライパンで焼いてもええし、オーブンで焼いてもええし、好きにしな。うちは今回はオーブンで焼くよ。肩に流し込んで180度前後で20分くらいから様子見よか。焼けた後に爪楊枝刺して、めちゃめちゃの生地が付着したら生焼けやから、さらに加熱してな。では行ってらっしゃい。なんか強テンポいいな。やっぱこっちのが合ってるなって。それはそう。なんか勝手なわけで焼けたら完成で。ハロー。さあお食べなすって。いただくウィーン。こんな感じ。キャラメルの香ばしい匂いが漂ってます。いただきハロウィーン。お、なんと言いますか、結構キャラメル入ってるのに甘すぎないね。口に入れた瞬間はかぼちゃがほとんどで、味わってるとだんだんキャラメルを感じる。甘すぎない優しさっていうの、老若男女問わず美味しくいただけそうです。おお、それならよかった。キャラメルとパンプキンの相性は抜群やからな。ケーキとは言ってもメレンゲだの生クリームだのっていう材料を使わんし、簡単に作れるからぜひみんなも試してみてな。というわけで今回はここまで。恒例のあの挨拶で締めましょう。恒例の、はい、せーの、おつおつハロウィンウィーン。何それ知らない。